はい、グッディバルーンカンパニーの岡根さんです。いつもありがとうございます。子供たち見てる？この前トナカイ作ったよね。とても簡単なトナカイ。今日はね、トナカイ第2弾作りたいと思います。今日はちょっと赤いブスで使ってみようかな。おい、この前作ったトナカイよりもちょっと空気を入れないでおきましょう。このぐらいちょっと長く残して、いいよ、見ててね。手のひらを使って小さな丸をたくさん作っていきます。1、2、3、最低2回は回そうね。4、これも結構きついかもしれないね。5個作ります。こうやって持って横向きにして引っ張ってます。こんな感じ、横向き柔らかくして、1、2、3、4、5、丸を作って引っ張って回す。こんな感じです。首を作って前足、胴体を作って後ろ足、結構重ないね。よいしょ、ちょっとパンパンになっちゃった。もう少し空気なくてもいいね。はい、こうなったんだけども、最後にこの5つの輪があると思います。この1番目と5番目のこの境目を引っ張って3つを回します。いくよ。お、空気が移動しとる。ひねりが甘いよ。いくよ。はい。はい。コンプリートしたいな。帰ります。はい。引っ張ってます。こんな感じです。ちょっとパターンが違うでしょ、トナカイの。ね。これもトナカイにします。はい。頑張って作ってみてね。またわからないことがあったら遠慮なく聞いてください。もしよかったら登録お願いします。それではグッディバルーンカンパニーでした。バイバイ。